はい、本日は子ども子育て政策を抜本的に強化していくため、今後3年間を集中取り組み期間として実施する加速化プランを支えるための財源の在り方について、厚生委員の皆様から貴重なご意見をいただくことができました。皆様のご意見を踏まえ、財源について4つの方向性をお示しいたします。なお大前提として少子化対策財源確保のための消費税を含めた新たな税負担については考えておりません。まず第一に何よりも徹底した歳出改革による財源確保を図ること、加速化プランを支える財源については国民的な理解が重要であり、全世代型社会保障を構築する観点から歳出改革の取り組みを徹底するほか、既定予算の最大限の活用を行います。第2に、こうした歳出改革の徹底等により国民の実質的な負担を最大限抑制すること。第3に、経済活性化経済成長への取り組みを先行させること、ポストコロナの活力ある経済社会に向け、新しい資本主義の下で取り組んでいる持続的で構造的な賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取り組みを先行させ、経済基盤および財源基盤を確固たるものとしていきます。第4に、2030年までの少子化対策のラストチャンスを逃さないこと、安定財源確保に向けた歳出改革の積み上げ等や賃上げ投資促進等の取り組みには複数年を要しますが、強化された少子化対策はそれを待つことなく前倒しで速やかに実行に移してまいります。こうした4つの方向性に基づき、企業を含め社会経済の参加者全体が連帯し、公平な立場で子育て世帯を広く支援していく新たな枠組みについて与党の意見も踏まえつつ具体的に検討し結論を出していく必要があります。次回の会議ではこれまでの議論も踏まえて次元の異なる少子化対策を実行に移していくための子ども未来戦略方針の素案をお示ししてご議論をお願いいたします。厚生委員の皆様 におかれましては引き続きご協力をお願いを申し上げます。ありがとうございます。